メンチカツは養殖の一つである。豚肉や牛肉のひき肉に玉ねぎのみじん切り、食塩、胡椒などを混ぜて練り合わせ、小判型、または玉型に成形し、小麦粉、溶き卵パン粉からなる衣をつけて油で揚げた日本の料理である。中華鍋に入れた多量の油で揚げるか、またはフライパンで焼き上げる。メンチと略されるが大阪を中心とする地域では、 ミンチカツとも呼ばれている。また、カツという名称ではあるが、材料の安価さや牛肉コロッケとの材料の類似などからしばしばコロッケと混同され、同じ材料、製法によるメンチコロッケという料理も存在する。明治時代に東京浅草の洋食店がミンスミートカツレツとして販売したのが起源とされている。 関東から関西に伝わった料理とされており、昭和初期に兵庫県神戸市港川の純神戸肉産和や、精肉店の二代目の水野光蛛が東京の洋食店の肉の練り物をヒントに命名した、ウスターソースなどをかけて食べることが多い、サンドイッチやハンバーガーの具とされることもある。一般にメンチカツは庶民的な洋食のイメージがあるが、 ブランド牛を使用していることをアピールした品もある。軽食ともされるが、定食として、飯や汁などと共に提供されている場合も多い。日本各地で、メンチカツがご当地グルメとして、町おこしに活用されることがあり、立山メンチ、茅ヶ崎メンチ、亀有メンチ、三春グルメンチ、長泉明日たかなど多数存在する。ミンチカツと書かれた看板、大阪市中央区にて、 メンチの語源についてはっきりとした説は存在しない。よく使われる俗説としては、ミンスミートカツ列は、メンチミートカテレツが語源を合成した和製英語とされ、後にミンスミートカツ列が省略される過程で、ミンスがメンチに転じてメンチカツとなったという説が一般的に広まっている。しかし、根拠になる文献などは存在せず、 呼び方があまりにも変化しすぎている。昭和初期に三和や精肉店がこの料理を考案した際にミンチカツと命名したとする説もある。近畿地方を中心とする西日本では、ひき肉をミンチ肉あるいはミンチと呼ぶことが東日本よりも多いため、ミンチで作るカツからそのままミンチカツと呼ばれるようになった。大阪ではミンチ肉のカツなのにメンチと呼ぶのは なまっているじゃないかと考える人が多い。近畿地方でメンチカツという故障が使われない背景として近畿方言でメンチを切るという表現があることから同音衝突を避けたとする俗説があるが、これはあくまで後から作られた冗談話である。ありがとうございます。